さあ始まりました第73回ですね。前回の枠コメント中が URL をねそのやりますあんこちゃんにしてなかったからいつの間にか終わってた枠がマジか。いやーマジっすか。今回第72回ですけど、前回の枠多分みつるくんの途中あたりで多分終わってるんじゃないかな。まあどっちにしろみつるくんまだ倒してないからいいんですけども、申し訳ない本当に。またリスナーさんが来てくれたらその時にまたも同じこと言いましょう。マジか。なんか反応ねえなって思ったけど、いつも5分前になったらあるんですけどね、レイドビーム。なんでだ竜の前。レイドビーム嘘でしょ。レイドビームどこまで食らうか。いいね。で次がどうせあれだから波乗り。半分以上食らえばいいが微妙ですね。これ残るんだよね。なんでやねん。ほんと突っ込みたくなるわ。しかも10万ボルトで一発っていう。ちょっとイライラしてきたよな私。冷凍ビームであれで波乗りが最初の技が全然どうなんかな。申し訳ない。さっきほどは何回も言ってますが、何回も言おう。この枠は謝罪枠、謝罪枠も含めにしよう。こうだろ。神秘の守り。レイドビーム。あ寒い。服着よ。でここで多分変えてくるから。波乗り。これで半分以上食らわなければ私の負け。いける、お前ならいける。あ、またこの微妙な残り方。秘密の力でちょっとひるみや。無理か。ひるみや。もうダメだこれ。ダメだこりゃ。前回の後半と一緒になってんじゃねえか。嘘やん。どうしようかな。なんでこいつがいつも来るん。戦いたくねえのにさ今は。みつるくんチェルタリスレートビーム2倍4倍だから倒してもいいんだけどね。竜の前積んだところでって感じですけどね。どうせ次回復していくんだろ。もう分かってるよ。これ急所当てよ。無理か。どうするかな。やっぱ波乗りよね。ポケモン変えるってなってもね。
瞬殺されそうやけんな。あー、ここはもう波乗りしかないよね。波乗り行こう。お、倒した。いやでもちょっと待って、これは厳しいんじゃないか。どうせレアコールだろう。必ずと言っていいほどかわす方法がない限り無理だからね。ここで毒毒メロメロは効かないよね。水の波動で混乱させるか。あえて水の波動で混乱、混乱を狙う。 OK 来た。さあここでどうなるか。よし、いいね。で毒毒意味ないんかい。あ、そうか、こ鋼が入って、鋼は意味なかったんかね。オッケーオッケー。でもいい感じにダメージ与えられてる。水の波動、次波乗りが入れば勝てるさ多分。混乱してる。オッケーオッケーオッケー、いいね。オッケー、天は味方しているぞ今回。水の波動溶けたですよね。はあ、さあどうするかな次。天は味方していたけど最後までは味方してくれなかったっていう、まあ、ここはレアコールは倒せるけど次なんすよ。次のロゼリア戦、こいつをどうするか。はあ、冷凍ビーム影分身積んで、積もう積もう、ここで積めるはずだ多分。あ、そうそうそう、これはかわさんといかん。これと毒毒だけはかわさんと負けちゃうよ。当てん、当てんなよマジっすか。毒毒やめろって本当に。次まで、まだ大丈夫なはず多分。毒は後で回復すればいいけんね。3回目 OK。 宿るギアはかわさんといかん本当に。よ、もう後がないからね。まあ、回復の薬使おうかな。4回目当たらない。よしよしよし、もうそろそろ回復しておかないと危険な気がする。4回積んだろ。うわあ、絶対おかしいって。遊んでないか敵。味を占めたと思ってマジカルリーフばっかしてきやがる。なんかこれ、何このバトル。だから何マジカルリーフばっかしてくんなっつん。冷凍ビーム、冷凍ビームどんくらい食らったんかな。半分以上食らえばいいんですけど、そんなもんやけんな。終わったな。またかリセット、もう嫌だ。リセゲーじゃん。当たり前ですけど、縛りだから当たり前ですけども、やばいな、ちょっとイライラしてきたな。好きなものをね、こんだけ問い詰めるとじゃないけどね、考えまくるとね、やばいんですよ。さあ、なんか特攻が高くなる技とかないのかな。あ、
毒回復だけしとこうか。これを持たして、さすがに毒毒のターンはねきついんで、あれだけはさすがにやめときたい。本当枠っていつ切れるか分からないよね。まあニコ生で今やってるんですけども、枠っていつ切れるか分からんけん怖いな。これで一発かますでしょ、で半分以上食らう、でいい傷薄い使う、でこれで赤になる。これまではいいんですけど、ここですね、波乗り、まあ、入れ替える、レアコイルですね。はあ、そんなもんか。やっぱやられちゃうねこれ。レートビームのコール付けを狙うか。いらっしゃいませ、ゆっくりしててね。前回の枠ちょっとやります、あんこちゃんに同期させてなかったので、ちょっとあのね途中で終わっちゃったんですよ。もし前回の枠も来てくれた方なら申し訳なかったです本当に。よし、ロゼリアか、ここだよね。ロゼリアをどうするか、まだ戦ってたのって思われるかもしれませんが、戦ってたんですよね。ロゼリアか、どうしようかな。入れ替えようか、一旦。そうやね、一旦入れ替えてみてどうするか考えよう。スピードは多分こっちの方が速いので、メロメロで動き封じて、水のメロメロ、まあとりあえずメロメロを先に。このターン耐えればいいですけど、一発目でやられちゃったらおしまいですね。2分の1の確率、これを私は狙う。いけ、頑張れ、お前ならいける。 OK、 そして吹雪当てろよ、そこ当てろよ。せっかく敵がねメロメロで攻撃してくれないっつうのに、吹雪当ててもらわないと困るぜ。威力120、あんま食らわない、やばいなこれ。耐えろ耐えろ耐えろ、オッケーオッケーオッケー。ふぅ、ついで水の波動で混乱させてもいいんですけど、まあ、混乱は時々しかできないからね、確実にダメージを与える吹雪でいった方がいいでしょう。これ凍らないか、耐えろ耐えろ耐えろ、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス。ここはもう一回吹雪、おお3連チャン吹雪当たった、よっしゃ、オッケーオッケー、よし順調順調。次のターン、次がどうか。とりあえず今3体2体倒した。次はチリタリスか。ここはね確実に倒すのを狙って、レートビームでいきましょう。おお勝てるかい。まあ、今回はちゃんとあのやりますあんこちゃんとあのニコ生を同期させたので、5分前になったらちゃんとあんこちゃんが知らせてくれるので分かると思います多分。はい、これレートビームでしょ。あ、波乗りでもよかったな、この体力だったら。 OK、 希望が見えてきましたよ。次はエネコロロか。これは多分メスの可能性が高いので一旦変えます。エネコロロとあともう一体あのエイフィー、エイフィーじゃない、なんかねラルトスの進化系の進化。まあ、とりあえずここは毒毒で徐々に HP を減らすか。なぜかというと、まあ、敵はメロメロボディとか持ってるので私の物理攻撃がやっぱりね効いてしまうんで、それがねちょっと物理攻撃でメロメロ状態になっちゃうんで、できればこいつで倒したい。水の波動、とりあえず混乱も狙っていきたい。歌う、オッケーオッケー、
独独が聞いてくるよ。ついこさ勝つ、これ絶対勝つぞ、絶対勝つ。よいしょ、歌う歌うも外れる、独独聞いてくる。まあ、次多分回復してくるでしょう。いい傷薬、2個目のいい傷薬、多分一番最後にも残しておくんで、多分この人は3つ持ってるでしょう、いい傷薬を。 OK、 ドクドク聞いてくる。よし、とりあえず倒したろ。これでエネコロロを寝るか、おねむちゃんか、あ最後に眠らしてくるか。そういやこうやってね、歌うをしてくるんだったな。次だ、こうサーナイトですよ。サーナイトをどうするかですけど、眠りのねやつ出してもね、多分やられちゃうんで、それならまだこっちをた出して、もしやられたら向こうで元気のかけらを使ってこっちを回復させればいいでしょう。でオスなんでね、まあここでちょっと待ってね。エイフィーは、エイフィーじゃない、サーナイトか、何言ってんだ。サーナイトは、防御が弱いみたいですね。特防特攻がやっぱり高いので、これは秘密の力、いやでも秘密の力も特殊か、どうなんかな。ちょっと待ってよ、考えろ。冷凍波乗りタイプ1、やっぱこういうした方がいいよね。一番いいのはやっぱタイプ1が一番食らうでしょう。あ、食らわね。瞑想やめろ。詰まれたらこっちはおしまいだ。秘密の力。瞑想2回詰むなって。ちょっと待て。これあかんで。影分身。これはもうかわすしかねえな。防御に徹するか。当ててくる。耐えてくれ耐えてくれ、特防高いんだお前は。急所やめろって、急所はやめろ。まあ、とりあえず元気の塊はねえのか、元気のかけらしかないのか。まあ使うしかねえけど、まあ、確実に一発でやられるでしょう。未来予知、なるほど。これは厳しいな。とりあえず回復はさせるけどさ、うわ、これあかんで。多分ね、一発でやられそうな気がする。はあ、どうしようか。冷凍ビームで氷漬けにしたとしてもあかんけんさ。スピードは勝ってると思うんだけどな。ちょっと待ってよ、スピードはね、多分ラルトスに勝ってるんじゃないかなって思うんだけどね。尊厳素早さ早いわけじゃないから、とりあえずこうしてこれがどんくらい耐えれるか。また急所かよ、なんじゃこれ。まさかと思うけど、これ入れ替えた瞬間に見られるとか当たらんよな。もうなんそれ、なぜ倒せない、くっそ、なんかこれどうしよう。とりあえずあれも考えらないかんな。先生の爪じゃなくて、こっちは眠気覚ましやな。眠り状態がやっぱネックになってくるな。カゴの実とで、オスの方には毒回復のロゼリア相手に毒回復をちょっと持たしておきました。次こそはやばいな、これなんじゃこれって感じですけど、何回戦ってんだよって思われますが、それが縛りなのです。ここで冷凍ビームだろう。まず冷凍ビームを2連チャン、2連チャンして、で波乗りです。
ここで半分以上食らうからね、まあ、ここで龍馬積んできたとしても次どうせいい傷薬しか使ってこないので、で1回素早さ上がったとしてもとりあえずこちらの方がまだスピードは速いので次のターン先手が取れるんですよ。問題は次のターンレアコイルを出してくるかによる。おお、ナイス波乗り。あ、なるほどね、敵はもう交換する気はないと、ちょっとだからね。さあ次のターン、このレアコイルをどう切り抜けるかですよ。こっちに変えて水の波動で混乱を狙うか、それとも影分身で積んで勝つか。でも確実に高いのはあの水の波動がね、確率的にはちょっと混乱になる確率がちょっと高いのでそっちを先しときましょう。ここで混乱にならなければ負け。やめんか、マジっすか。波乗り、どうせ10万ボットしてくんだろ、分かってんだぜ。波乗りしていこう、多分またリセットかですよね。10万ボットしかしてこないのしか、おーの4残った。今まで一発やられたのに4残ったぜ。ただ次のターンロゼリアか、回復しなきゃいけない。で何をしてくるかによるよね。ここでギガドレイ、私には攻撃させない気か。はあ、一発で攻撃食らうけんさ。これは後続を利用してまずこっちにして、まあ、やれること前提でメスのヒンマスちゃんに任せよう。素早さは勝ってるからね。信じるぞ俺は、お前を信じる。メルメロ、ここはどうしてもこいつで切り抜けておきたいんだよな。絶対おかしい、なんじゃこら。すんません、本当に申し訳ない、何回も同じとこをループしてお見苦しい姿を見せてしまって。まだレベル上げるべきなのか。いやこれいけそうな気がするんだけどね、スピードはこっちの方が勝ってるからさ。最初のあれがいかんのよ、チリ体数がね、交代してこないからこういうことになるのよ。まずここで冷凍ビームだろ、ここまではいいんだよ、この次までいいんだよ。いやこの次がダメなんか、ここで神秘の守りだろ、とりあえず次でいい傷薬を使ってくる。でここで冷凍ビーム放って赤にする。で赤のね残り具合によるよね、結構な赤なら交換してこない、このくらいどうやろう、多分交代してくるよねこれは。ほらね、でレアコイルで、ここで波乗り、あーでこのぐらいしかダメージ食らわないからな。でどうせ使ってくんだろあれを、10万ボルト使ってくんだよ。あまあ一応波乗りするか。を使ってこない、混乱か。なるほどな、マジっすか、ゲゲゲの水木さん。はあ、水木しげるか、水木しげるさんね。うっそマジか、ゲゲゲの鬼太郎面白かったのにさ、近頃もなんかアニメのなんかなんつうかな、ドコモであるでしょう、アニメのなんか動画のサイトみたいなやつがあって、前月何円か払ってるんですけど、それでゲゲゲの鬼太郎とかもあってたんで、マジか。
あと5分早い、これ超音波食らってるからな。入れ替えたとしてもしゃあないけんな。ここはもう波乗りで押すしかない。秘密の力で押すか。波乗りやな。混乱、よし、もう運ゲーじゃねえか。次だよね、このロゼリアちゃんをどうするか。毒だろ。いや、もうこれでいこう。一回は耐えれるはずだ、多分。神秘のペルがない。なくなった。で、ここで、冷凍ビーム。混乱解けた、OK。2ターンで解けたぜ。ナイス。さ、ああ、そんなもんか。またマジカルリーフ。おい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 。高速に任せるか、ここは。あと4分。はい。ここはね、レートビームするか。しゃあね。ゆっくり休んでくれ。氷漬けになってくれたら嬉しいけど、ギガードレインか、ここで。なんでマジカルリーフをしてこない。40か。40回復されたな。はあ。で、ここで帰るとして、攻撃するか、メロメロか。メロメロだな。確率 50% にかけよう。更新 50% にかけるしかない。ここはいけ、よいしょ。ふわ。で、次のターンもね、できればね 50% にかけたいので、元気のかけらを使っておきましょう。お願いします。あと3分、お願いします、お願いします。メロメロ聞いて。なんでや。おいおい、草原回帰制でもよ、バカたれが。くわ。マジっすか。また元気のかけら使わせてもらいます。まあマジカルリーフですね。まあやられるでしょう。分かってましたよ。もう一回、もう一回お前にチャンスを与えよう。メルメルで 2,3 ターン攻撃させなくしてお願いします。私の枠は1分前になりましたら、枠を閉じたいと思います。さあ、もうダメだな、この枠はダメだ。てか、この枠ずっとお前ミツルさんとずっと戦い続けちゃうやん。レベル上げてくるのしかないかな、やっぱレベル上げてくるしかないのかな。この状態で勝ちたいんですけどね。特攻が高くないっつうのがね。試しに最初のターン、ヒンバスをメスで行ってみようか。吹雪とかやってみて。どんくらい食らうか分からんけど。もうそろそろ1分前になりますので、ここら辺で、お疲れ様です。次枠もまた、なんかね、通り休憩2、3分挟んで、次枠取りたいと思います。もし来てくださる方は、よろしくお願いします。お疲れ様です。じゃあね。